はい、速稼塾の久保です。昨日はね、例のやつの入金日でございまして、お一人の方が入金がありました。お一人の方が入金がありませんでしたということでございました。入金のなかった方は30日に入金があるそうなんで、お待ちいただければと思いますけども、だいぶね、落ち着いてきたのかなと、かなり落ち着いてきたのかなと。で、私1000人以上の方をサポートしてるんですけども、およそ9割ぐらいの方は何も起きてないんですよ。何も起きてないって何かっていうと、通常通り入金があるんですよね。残りの1割ぐらいの方のうちの半分ぐらいの方が、結局はね、入金が遅れましたってことで、0.5%、そうですね、5% ぐらいの方か、5% ぐらいの方が入金に前後があったよってことと、未だに解消されてない方っていうのが、さらにそのうちのね、数パーセント、現状で人数で言ったら7人から8人ということになりますかね。この方に30日にね、しっかりと入金があることを期待したいなと思いますけども、今ね、メルマガも始まりまして、例のやつに関しましてはかなり順調にいってるのかなと思います。連絡窓口も増えましたんでね、私がいないとできないことっていうのもだいぶなくなりました。本当に今まで皆さんお世話になりました。で、2つ目なんですけども、FX ですね。FX の速稼塾プレミアム、これセカンドの方がですね、分割決済が可能になりました。仲間のトレーダー以下ね、会社の方がしっかりとやってくださったんでしょう。分割決済の審査がおりまして、24回までの分割ができるようになりました。かなりね、お得というか楽に速稼塾プレミアムセカンドが受講できますので、まだね、速稼塾プレミアムご参加いただいてない方で、 FX を1回心から学んでおこうかなという方は参加してみてはいかがでしょうか。はい、では今日のね、速稼塾の講義カリキュラムになってきますけども、あなたはどのタイプですかってことですよね。世の中には大きく分けて3つのタイプの人間がいると言われているんですよ。いろんな、ね、切り取り方あるんですけども、今回はですね、ギブアンドテイクという視点でお届けしたいと思います。まずは一番多くいるタイプっていうのがギブアンドテイクですね。ギブアンドテイクの方がデータによると 50% ぐらい世の中を占めているそうです。要するに、何かやってもらったら恩返しをしようかなと思う方ですよね。何か痛い目に遭わされたら仕返ししてやろうかなという方もこれに含まれます。ギブアンドテイク型ですよね。こういう方が世の中に 50% いるそうです。で、あと 40% っていうのが、ギブではなくてテイクですよね。テイク型、テイカーと言われるんですけども、もらえるものはもらっとこう、でも自分から誰かに何かをすることはないよと。寄付に文句は言うけども、自分が寄付したことないよとかね、いろんなパターンがありますよね。ボランティアって言ってからね、疎むんだけど自分はやったことないみたいな、いろんなタイプがありますけども、自分は何もせずにお得なもんだけもらっていこうと、ただならもらっておこうと、ただでやってくれるんだったらやってもらおう、こういう方が 40% を占めてます。そして残りの 10% は見返りを求めずにギブするだけ、あげるだけ、もう母親が息子にするような愛情ですよね。こういうふうな与えるだけの人っていうのは最も少ないんですよ。さあ、この3種類の人間のうち誰が一番人気があるでしょうね。お分かりでしょうね。ギブ、与えるだけの人が一番人気があるんですよ。なぜなら、持っていくだけの人って皆さんお付き合いしたいですかね。ちょっとお金貸してくんない、おごってくんない、これやってくんない、あれやってくんない、そして何も恩返しがない人と付き合いたいですかってことですよね。そして世の中で一番多く言われているというギブアンドテイク型、一見公平に見えますけども、こういう方っていうのはこちらからアクションしない限り何もアクションしてこないんですよ。要するに無なんですよね。結局帳尻を合わせようとする人なんですよ、ここは。ということで、こういう方も一時的には人が集まりますけども、共感を呼びますけども、長期的には付き合っていけない、小学校とか中学校のね、お友達みたいなもんですよね。ギブアンドテイクなんですよ。やってくれたらやってあげるけど、声かけてくれたら付き合うけど、こんなタイプですよね。はい、一番少ないのはギブ、与えるだけ、見返りを求めずに、はい、どうぞどうぞっていうふうに、いい情報もいい人脈もいい会社もどんどん紹介してくれる、しかも自費でですよ。そういう方ってのはどういうことになるかっていうと、長期的には生き残るんですよ。与えるだけの人っていうのは多くの方に喜ばれて、多くの方に守られますんで、結局は長期的には生き残って、与えるだけの人っていうのは数年単位とか数十年単位で君臨するということになってきます。はい、この与えるだけのパターンで一番いいのが情報なんですよね。だから情報業界の方って嘘をつかない限りは、人を騙さない限りは、ものすごく長く生き残るんですよ。しかも与えるだけ、情報をお伝えするっていうのはコストが非常にかからない、あらりの非常に高いことをやってますんで、実はものすごく儲かって、ものすごく自由に、そしてものすごく時間が豊かになるんですよ。ということでね、私は与えるだけの人になっていきたいなと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。本日の放送は以上です。